デンマークの皆さん、えー、こんにちは。私は日本の東海大学の文化社会学部で、メディア研究とコンテンツ分析を担当してます、水島久光といいます。よろしくお願いします。本日は、コペンハーゲン桜フェスティバルで、日本文化を紹介するお時間をいただきました。そこですでにご存知の皆さんも多いだろうと思いますが、鬼滅の刃のお話をさせていただこうと思っています。 はい、ちょっと画面を共有しますね「はいえー、鬼滅の刃は」は昨年の日本のエンターテインメント業界の最大の話題でしたえ特に、えー、コロナ禍で苦しんだだけに、えー、このヒットは救世主、えー、とも言われました海外でも2018年から、えー、漫画の単行本が発売され ネットの動画配信などでご覧になった方も多いかと思いますさてこの「鬼滅の刃」ですが日本では社会現象のレベルになったと語られています今までも漫画雑誌から大ヒットとなった作品は数多くありますが子どもから高齢者の方までこれだけ幅広い層が映画館に足を運び 主人公の炭治郎や禰豆子をはじめとした登場人物たちのですね象徴的な着物の文様がさまざまな商品に用いられ、またネットにもたくさんの解説コンテンツやニーズ創作が上がっている、こういういいい非常にに賑やかしい状況になっていますアニメや映画の主題歌を歌ったリサ s は、日本のミュージシャン最高の栄誉である2020年のレコード大賞を受賞しました。 映画の興行収入は2020年の年末にそれまで日本国内でダントツの1位だったジブリ映画の「千と千尋の神隠し」これ2001年の作品ですけれどもそれを超えて現在390億円とまだまだ伸び続けていますもちろん作品そのものに魅力があったからこうした結果が生まれたのだと思いますしかし私自身は研究者なので どうしてもその背景に何があったんだろうかとか、何が原因だったんだろうと考えてしまいます。まあ悪い癖ですね。えー、でも、この半年いろいろと勉強し分析をしてみて、わ、えー、かったことがあります。えー、さて、ここからのお話はネタバレを含みます。えー、まだ漫画もアニメも見ていない方、ごめんなさい。でも逆に話を聞いてますます見たくなったとなっていただければ、私たちも嬉しいです。 はい、えー、このスライドなんですけれども、えー、今日に至るまでの「鬼滅の刃」のヒットの奇跡をまとめてみました作者の後藤家小与原さんは、えー、これが初めての長編で2013年のアマチュア時代の投稿作品「かがりがり」という作品なんですがその登場人物や設定をベースに2016年の2月からこの「鬼滅の刃」の連載が始まります 連載した漫画雑誌「少年ジャンプ」は「ドラゴンボールワンピース」から「銀玉」それからハンター「ハンターハンター」「ナルトなど数々のヒット作を世に送り出してきましたそこには編集の三大原則と言われるものがあり友情努力勝利この三つの要素が大切だということでそのうち少なくとも一つが物語に描かれていないと採用されないというそういうポリシーが あったと言われてますで当然ながら「鬼滅の刃」にもそれは貫かれています。えーまあ、ということで、えー、実はそのデビュー作のかがり刈りの、えー、イメージをですねそのまま引っ張ってきてる部分も多少あるんですが、えーまあ、どちらかというとですねダークで少々難解な印象があったんですね、まあ、それが、えーまあ、この連載では払拭されていきます。えーまあ、その理由はですね 主人公をもともと脇役だった鎌まど炭治郎という普通の少年に設定し彼を中心とした友情と成長の物語にはめ込んだということがポイントだったといえます。でまあその鎌ま炭治郎の成長の意味ですがこれはしかしどうも他のジャンプ作品とは違っているように思います。まあ、それは後でお話ししますが さてちょっとこの図を見ていただきたいんですけれども、えー、まず漫画の連載があって、えー、単行本が出てそれからアニメに展開していく、えー、という、まあ、流れなんですけれども、まあ、その流れの中でどうも旧来のジャンプファンとは異なる、えー、新しい支持層が獲得されたというふうに思います。えー、ちょうどこの2019年のの年月、えー、アニメのスタートにです、ね、先立って 2週間だけ「えっと兄弟の絆」と題した劇場版を、えー、期間限定で公開しているんですがどうも流れが変わってきたのはこの辺りかなと思います私も大ヒットした「無限列車編」の公開後すぐに劇場に見に行きました、えー、しかしですね本当に予想以上に、えー、本当とにさまざまな層のですね観客の姿がありましたでその後ですね、えー、12月に えー、単行本の最終回の発行ですねここですねがありますで、まあそれで、えー、映画のブームはですね後押しされたというような格好になっておりますまあ、振り返れば、えー、2019年のアニメの終了それから2020年春の漫画の連載の終了それを受けて、えー、無限列車編がプロモーションされ始めで実際公開が始まってでさらにそこに単行本の完結そして今やですね 次の有格編の予告がこの2月にされておりますけれども、えー、非常にこう途切れなくですねメディアミックスがえ重ねられていますまあ、このことがまあ大ヒットの成功の要因になったということはまあ、あの言うまでもないかと思いますしかしそこがですね大ヒットを超えて社会現象になっていく、えー、その本質はどうもこのプロモーション、えー、マーケティングだけでは語れないと私は思っています 実は最初にこの作品と出会った時私自身は正直強い違和感を覚えました。なぜ大正時代に鬼なのかしかも刀で切る時代錯誤などではないかと日本には元号という年代区分があり近代以降は天皇の在位によって時代を象徴する役割を果たしています。まあ、大正時代というのは、 1912年から26年までのわずか14年日15年弱の期間ですが明治維新以前はですね鎖国,鎖国をしてきたこの国が急速な欧米化を進める中あるいはその後の軍国主義化の前の時代としてとりわけ変化が大きく重要な出来事があった時代とされています世世界界的に言えばちょうど第一次世界大戦と重なる時期です。 えー、そもそも鬼とは、えー、これは、まあ、日本文化にとって非常にこう重要な役割を果たしてきた存在でした。えー、数々の説話や民話、それから、えー、古典文学や能などの芸能に登場する鬼たちを歌、えー、人で、えー、文芸評論家の、えー、馬場明子さんが5つに整理しています。まあ、この,今のスライドですね、えー、この5つですが いいずれれも人間との関係で定義されていますつまり、えー、素朴な感覚で自分たちとですね異なる顔や形をしているあるいは振る舞いをしているとそういうものをですね集合,名詞的集合名詞的に鬼というようになったというわけですおおよそそのイメージが固まったのは今から千年ぐらい前、えー、平安時代の「根尺物語」という説話集が成立した頃と言われています 非常に興味深いことに「鬼滅の刃」の鬼の創塞「鬼仏寺無惨といいますがこの鬼仏寺が誕生した時代これがちょうど1,000年ぐらい前ということでここに重なりますところがこの鬼のコンセプトは時代とともに大きく変化します日本でいう江戸時代、まあ、欧米で言えば近世にあたる時代ですが鬼は人間とは完全に区別される存在ではなく 重なり合う部分を持つようになりますで、その一方で逆に旧来のフォークロア的な鬼のイメージは消えていきますババさんも言っていますがそこに逆にですね、近代的な鬼の概念が生まれるようになってくるというわけですそれはどういう存在かというと貧困とか犯罪などで社会から弾き出された者たちです 鬼滅の刃の無残の手下十二鬼月と呼ばれていますがその鬼たちの多くももともとは人間でその頃、まあ、あのその頃というのはその十二鬼月が鬼たちになってしまった時期大半は江戸時代大正時代から100年ほど前の江戸時代なんですがその時代に飢えや差別そして暴力に苦しむという経験をしています。これも非常に興味深い点ですが 鬼をを倒すす、えー、鬼殺隊の面々も、えー、同じような経験をしています鬼かあるいは鬼を倒す立場かがちょっとした偶然で分かれる、まあ、そんな非常な運命が、えー、物語には描かれています、えー、さて馬場さんの分類によると、えー、消えた旧来の鬼の代わりに近代に残るのは怨恨、えー、や 憤怒によって鬼に変身するいわゆる変身単形の鬼だと言われていますバファさんはそこにですねカフカの変身のグレゴール・ザムザの姿にとそれと同じような意味合いを呼んでいますこうして見ていくとこの物語はですね欧米ではデーモンスレイヤーというタイトルがつけられていますが これはどうもあの、必ずしも正しい訳ではないということがわかります。つまり、デ、え、ィ、ー、ーモンという言葉が持っている、えー、キリスト教的な意味での善悪の観念は、ここではあ極めて薄い、えーまあ。キリスト教的な意味でのディーモンは、えー、人間のとの距離よりも、えー、神との関係で定義され、時にはエンジェルとついで表彰されていますが、 この物語にはそうした合理的な構図というのは全く描かれていません。そうした観点で最初の疑問であるなぜ大正時代に鬼なのかを考えてみると面白い表現やエピソードがたくさん出てくることに気が付きます。例えばそもそものこの物語の舞台なのですが炭治郎の出生地をはじめ 中山間地域、ちょうど山と、ね、農村の間ぐらいですね、日本では里山と呼んだりしますが、そういうその中山間地域の暮らしが主に描かれているというのも特徴です。これまで大正時代を扱った漫画はたくさんありましたが、その大半はこの写真にもありますように、発展する都市部での出来事が中心に描かれていて、農村部や山間部のイメージは空白になっています。しかしか しっかり歴史を紐解いていくと、えー、明治期から大正期にかけてこれらの中山間地域は独自のまあ、さっきも言いました里山文化と言われるようなですねネットワーク文化を形成してきたことが分かっています器物事務山の本拠地は東京なので、えー、この戦いをですね都市と地方の農村社会の政治経済的な構想と見ることもできます それからもう一つはこの時代の特徴として科学技術の社会的な浸透があったということは注目していいでしょう特にこの物語で人が鬼になっていく変化は感染症のメタファーとして描かれています、えー、無残に抵抗する鬼である玉代という、まあ、キャラクターが出ますがそれが医師であったりあるいは柱という鬼殺隊の主力部隊ですねの一人 忍さんというキャラクターがいますがその人が薬学を治めていたり、まあ、この2人が共同でワクチンを開発するエピソードなどがありますけれども、まあ、この時代がちょうど免疫学や血清開発の飛躍的な発展期であったということを考えると、まあ、なかなかに説得力がありますまたこの時期は精神医学にとっても大きな発展期でした大ヒットした映画「無限列車編」の 描写の中に無意識や夢を図解するフロイトが示した神的システムを彷彿とさせるようなシーンがあります大正時代は日本では精神分析が広がった時期でもあり何よりもそれは鬼というものの位置づけにも大きく現れているかと思います、えー、整理してみましょう、えー、鬼滅の刃を近代の社会的変化の中で 苛まれる自我の物語として見ていくとそのテーマは現代の我々の悩みに見事につながっていることがわかりますここで重要なのは刀の役割です鬼の首を切るだけでなく時に自分の首に当てたり呼吸と連動して心理的な状況を反映してままあさざまな機能を果たす刀の存在これが描かれていますがそこに注目すると まあ、それを作る刀鍛冶の存在の重要性とともに、刀というものがですね。単なる武器としては、描かれていないということがわかります。つまり、鬼滅の刃の主題は、近代社会の人間の。アクチュアルな悩みと苦しみなのです。そして、その最大の問題は、死をどういうふうに扱うかということになるかと思います。近代思想は、自由と人権に根ざした。 ヒューマンジンズムを育みましたがその反面存在としての人間の有限性にも突き当たりました資本主義が理想とする無限の拡大思考との圧力の中でちっぽけな人間の存在にも気づき苦しむようになったというわけです物語の終盤の戦いの中のセリフではムザンに代表される鬼が 物理的な存在として命を流れようとする欲望、すなわち無限インフィニティをですね第一原理として支配を広げようとするのに対して、まあ、炭治郎たち人間はですね自分たちの命の有限性である死を受け入れて、でそれを前提にですね記憶や思いを親しい人々にシェアしてつなぐ永遠、エタニティですね、これを理想とする。 こういうふうな対立がですね、えー、徐々にこう具体的に描かれていきます。で、この構図は、えー、言語学者アルジルダス・グレマスが示した、えー、意味の四角形、セミオティックレクタングル、まあ、この図式ですねに、えー、ぴったり当てはまることができます。 えー、特定のテクストのある項目に注目すればそのテクストに明示しれされてない項目が何であるかを予測発見することを可能にする論理的図式、まあ、これが、えー、意味の四角形なんですけれども、えーまあ、この「鬼滅の刃」の物語は、えー、複数のキャラクターのエピソードが交錯して一見あの複雑で難解に見えますけれども、まあ、この配置に置いてみるとです、ね、実にすっ,かりすっきり理解をすることができます。 そしてそれが現代の我々の生きづ,づらい社会における悩みと重なったことが幅広い年代層や立場の人々を巻き込み社会現象としてま世界にもこの物語が広がっていった理由だと私は考えていますまあ、ちょうどこのコロナとコロナ禍とぶつかったためにまあ、そういった問題がよりクリアにイメージできるのではないかなと思いますが 例えば人間の命と経済のどちらを優先するかといった議論や感染して亡くなった方々の弔いが全くできないまま葬られるといった状況をですね見ていくとこの物語が訴えている命のあるべき形が物理的な存在を無限に拡張していくことにあるのかそれとも精神的、文化的な絆を永遠につないでいくことを夢見るのかというこの選択はですね 現代のわれわれにとっても切実な問題であるとともに、まあ、誰もが思い当たる事柄につながっているのではないかなというふうに思います。えー、コロナ禍になる前から、まあ、例えば学校で、あるいは厳しい組織の中で、生、え、き、ー、づらさを感じている人、まあ、さらには直接的に貧困や差別など、まあ、人権に関わるリスクに直面している人もいます現,在現実にいます。 それが現代的な鬼の様相として、まあ、誰もが心当たりのある状況になってるわけですね、まあ、だからこその大ヒットだと私は思うんです、えー、哲学者のジョルジョ・アガベンはこうした現代社会のに根を張った生、えー、生きることが引き裂かれたこの危機的状況を「ほ、えー、を避ける」えー「試験権力とむき出しの生い」という本で訴えました。 まあ、そうした現代哲学との,の課題との共通性も、まあ、この物語にはたくさん見つけることができます。えー、ともすれば過剰な戦いや残酷な殺戮の描写に目が行きがちですが、えー、ぜひ読んだ方もですねこれから読まれる方も戦いが終わって消えていく寸前に鬼たちが、えー、かつて人間だった頃の記憶をかすかに取り戻して、まあ、それに炭治郎たちが 耳を傾けるシーンこれが数々描かれてるんですがそこに注目していただきたいと思いますそこにこそこの物語の主題があるんだというふうに思うわけですそしてまあこの物語の舞台がですね、大正期であるということしかもその前期であるということをまあ再び皆さんには思い返してほしいと思いますこの物語は炭治郎が無惨に打ち勝って 平和が訪れた後、一気に現代社会にワープします。そこには、第二次世界大戦も、その後の世界各地で起こった紛争も、そして大きな自然災害も、一切描かれていません。その不思議さの意味も考えてみたいなと思います。もし、この時代、つまり大正期にですね、今から100年前ですけれども、我々が、ま我々の先輩たちがですね、鬼に打ち勝っていたら、 もしかすると人類には別の歴史があったのかもしれない。まあ、そんなことも考えさせてくれる、まあ、一つの大胆なユートピア小説としても読めるんじゃないかなと思います。えー、いかがだったでしょうか。少し抽象的で、えー、力屈っぽい話だったかもしれません。また繰り返しますが、まだ読んでない方には、えー、ネタバレになってしまったことを、えー、お詫びしたいと思います。 えまあ興味を持ってこのお話聞いていただけましたら幸いです。えー、どうもありがとうございました。